Welcome back. Let's play Atelier Lydian Sewell. My name is Karsten. It's actually been quite a while since I played. I got a little bit distracted by some other things, playing some modded Minecraft Fallout 4. Unfortunately, I can't really record those because my computer's video card's fan sounds like a jet engine taking off. But in any case, back to this. Let's see if I can remember where we are. But we did get those free DLC outfits. Let's just take a quick look at those. Okay. And... well, this one at least matches her theme. Unlike that. But we'll keep with their regular outfits. Let's look at our to-do list. See where we're at. Need to go to Etelnepica. Go to Etelnepica. And we need to give Liana 3 of those. Let's see how full our stuff. 950. Okay. Well. And we got some scenes as well. Well, let's start by going here.
Yeah, that might be a little too extreme for Liddy. Let's. So we have to go over here. Anna? もちろん大切だけど、今回の贈り物は違います。もう？じゃあ一体、やっぱり遠く離れた場所にいる恋人？さてどうかしら。<笑>大人には色々秘密があるのよ。 ダメ。いくら二人でもこれ Well, that's a mystery. At least it stopped raining. Let's see. Had some things over here, I believe. ちゃん、慌てなくていいから。
というわけで、ルビナイトの見分け方はこんな感じ。参考になった？はい、ありがとうございました。途中から元のギリスさんに戻ってくれてよかったです。あはは、さすがにあのテンションじゃ物を教えるのは大変ですもんね。我もまだまだ精進が足りんな。フィリスさん、たまに出るその言葉遣い、何なんですか？実は前からちょっぴり、だいぶ気になってて。ふふふふふ、知恵の渇望には応えねばなるまい。これはかつて共に道を歩んだ盟友との契約の証。何を言ってるかさっぱりわからない。大丈夫、私に任せて。ほほん。あはは、知りたかったら教えてあげるね。これは昔一緒に旅をした人の影響なんだ。世界の真理を知りかねていた我に典型を授けし、漆黒の魔剣士、その名はレヴィ。その人は外のことを全然知らなかった私にいろんなことを教えてくれたの。黒っぽい服を着たすっごい剣士で、名前はレヴィさん。かの者の作りし供物はまさに至上の快楽。今記憶の糸を手繰り寄せても味覚の泉が。レヴィさんの作るご飯はとっても美味しくて、今思い出してもよだれが出ちゃうよ。ゆえに我が琴の葉の調べはかの者への崇拝の証左。そなたらも我に導かれるか。というわけで、私の言葉遣いはレヴィさんへの尊敬の証なの。えへへ、二人も真似していいよ。ああ、なるほど。スーちゃん、翻訳ありがとう。フィリスさん、真似はしないです。どうしてこんなにかっこいいのに。言いづらいし、わかりにくいからですよ。普段からみんなこんな感じでいたら、一日が会話を理解するだけで終わっちゃうでしょ。っていうわけで、真似はしません。ごめんなさい、レヴィさん、魅力、伝えきれませんでした。だが、我は屈しない。いずれ、そなたたちを我らの深淵に巻き込んで。引き込まれませんってば。スーちゃん、疲れたから帰ろう。そうだな、姉君よ。我らが安住の地へと舞い戻り、創造の塔となろうではないか。スーちゃん、今日ご飯抜きね。Anyone remember the movie Airplane? I speak Jive! Alright, let's see. Where else do we have to go? More stuff in their atelier. Alright. Oh, no, it's battle with her. Unless. No. Alright, what do we got here?
にかわいい。師匠、あたしにも触らせてくださいよ。あ、私もツンツンしてもいいですか。うわー、スー、それにリリーも。お邪魔してます。鍵が開いていたので入ってきちゃいました。最近あなたたち、ここを自分の家か何かだと思ってない？いえいえ、そんなことないですよ。さ、せ、よ、り、師匠、手乗りプニって、正直なところどうですか？は？どういうことよ。いや、実は私、子供の頃から手乗りプニを飼いたいって思ってたんですよ。でも、絶対お世話を私に押し付けるからダメって言ってきたんです。もし世話が簡単なら私にだって世話できる。つまり、飼ってもいいってことじゃないですか。ズバリ、どうなんですか、師匠、手乗りプニ、私にも飼えそうですか？ああ、絶対無理。思った以上にバッサリと。そんなに飼うの難しいんですか？いいえ、お世話自体は簡単よ。毎日水とご飯をあげればいいだけだもの。でもこの子たちって小さい上に柔らかいから、隙間に入り込んでよくいなくなるの。ああ、なるほど。物の整理が下手なスーちゃんが飼ったらすぐ行方不明になっちゃうってわけですね。下手じゃないし、やらないだけだし。というわけで、手乗りプニを飼いたければ身の回りの整理から始めることね、スー。うぐい、まさかそんな予想外のところで引っかかるだなんて。でも、スーちゃんがお片付けさえしてくれれば、私は別にプニを飼うの反対しないよ。あんまり気が乗らないな。師匠のプニを見に来るだけで我慢しようっと。いや、お片付けすれば飼っていいよって言ってるのに。スーちゃんのこういうところ、たまにわからない。 Rather just give up than clean. さあ、行こう。 Alright, what do we got? Well, let's go to the Atelier here. すぎたかだよね。どっちみちちょっとおかしくなってる。
あなたたち何サボってるの？ほらこっちに来て一緒に案を出すの。さあ。よし、それじゃあ実践してみるわよ。二人とも準備はいい？ほう、まあ恥ずかしいことを除いては別に。よろしい。じゃあスーから。はい、どうぞ。やはー、あたしはスールマーレン、キラリと輝くひまわりのような錬金術師。うんうん、なかなか様になってるじゃない。素敵だったわよ、ツー。あはー、よかったです。どうしてこんなことをしてるのかは未だにわかんないけど。さて、次はリディの番ね。妹に負けないように頑張りなさい。では、どうぞ。照れがあるのは今後の課題ね。あ、すみません、精進します。ええ、とにかく二人ともこれで向上はバッチリ。つまりようやく一人前の錬金術師ってことよ。これからはことあるごとに向上を名乗って自分たちの知名度を上げていくこと。いいわね。バイバイ。ねえスーちゃん、師匠には悪いけど。うん、リディ、工場なんてさ、使う機会ないよね。You should combine them with the beach patterns that Iris was using. I'm sure that would go over great. さて、行き先は? Go back to Il's Atelier. Got some scenes going back and forth here. Il-chan! 遊びに来たよ! あら、イリス。ごめんね。今ちょっと手が離せないの。もう少しで終わると思うから中に入って待っててちょうだい。はーい、のんびりしてます。ふむふむ、しばらく見ないうちにだいぶ物が変わってる。ん？私がイルちゃんにあげたやつだよね。そっかそっか、イルちゃんずっと大切にしててくれたんだ。違うわよ、その子は別人よ、別ひよこよ。え、そうなの？ピーコちゃんとは違う子なの？そうよ、その子はピースケ、ピーコの親戚のやんちゃな男の子よ。ピーコは今このアトリエにはいないの。そう、いないから、いないの。ふーん、そうなの、悲しいな。
ルちゃん、私があげたピーコちゃんをどっかにやっちゃったってことでしょ。私、イルちゃんからもらった一代目ギョロ丸を今でも大事にしてるのにな。まあ、嫌でも嫌って言うから普段は箱にしまってるけど。私のプレゼント、イルちゃんの心には届かなかったってことなのか。そんなことあるわけないじゃない。その子はピーコよ、紛れもなくピーコよ。私があなたからのプレゼントを存在に扱ったりするはずないじゃない。イルちゃん、ありがとう。私とっても嬉しいよ。これからもこの子のことを私だと思って大切にしてね、イルちゃん。さーて、お腹空いたからお菓子食べよう。確かこの戸棚の中に、お、当たった。この子のことをピースだと思って、私いつも一緒に寝てるのに。おいしい。イルちゃんが買ってくれるお菓子はいつも本当においしいな。イリスと一緒に、いや、あくまでもこの子はピーコであって。私は一体どうすれば。ちょっとイルちゃん、手が止まってるよ。早くお仕事終わらせて遊ぼうよ。ねえ、聞いてる？イルちゃんってば。I think you broke her, Firis. Sometimes these games aren't really subtle. But, Alright, back to the Atelier for another scene. つもりだし、他にもいろいろ。やばい、このままじゃやばい。リディが大爆発したらうちは崩壊しちゃうよ。なんとかしなくちゃ。そうだ、リディ、海に行こう。海！どうして？何の考えもなく言ってるんだったら。大丈夫なはず。とにかく私の言う通りにしてみてください。うん、わかった。海に
行けばいいんだよね。お仕事が一段落したらね。わ、私の作戦うまくいきますように。さて、Which how are we doing on money? 40k。さて、行き先は。I seen out in the street. Theory?Let's see. It's over here. Huh.叫ばせるとしますか。Well, that was interesting. Let's see. 目的地は昨日の車輪。 Another scene back at the Atelier.
邪魔して大丈夫なの？何かの儀式の途中だったんじゃ。いえ、スーちゃんと一緒に鉱石の声を聞いてたんです。え？声を？はい、私たちは材料の声を聞けるけど、聞いてる声って本当に同じなのかなって気になって。材料がどんな風に喋ってるかとか、なんて言ってるかとかって答え合わせしたことないですし。言われてみれば面白そうだね、それ。よし、私も乗った。私、宝石の声には自信があるからね。二人の儀式、私も混ぜてよ、ね。もちろんです。儀式じゃないけど。それじゃあ、早速始めましょう。今度はなるべく怪しく見えないように気をつけなくちゃ。性格でどんなものをも蹴散らす武器になりたいって言ってたよ。私には優しげな男の子に聞こえたな。武器になって強くなりたいとは言ってたけど、私が聞いたのは22歳の男の人だったな。昔故郷が魔物に荒らされちゃったんだ。その時に恋人と離れ離れになったから、武器として各地を巡って恋人と再会したいんだって。でもみんななりたいものは同じだけど、性格やらなんやらは結構違いますね。うん、フィリスさんはいろいろ詳しく聞こえすぎ。これも才能というか力の違いなのかな。わかんないけど、私たちにとって大事なのは材料の声を聞くっていうことだからさ。結果的に材料の願いが同じなら、それ以上のことはそんなに気にしなくていいんじゃないかな。フィリスさん、そうですよね。材料の願いを導くのが錬金術ですもんね。うん、でもちょっと面白かったから他の材料の声も聞いてみない？もちろんいいよ。今度はどんな声が聞けるかな。リリー、スー、いる？お邪魔するわ。くる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 、聞こえる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 。そうなんだ。今まで大変だったね。あ、っていうことはさ、もしかして私疲れてるのかしら。よし、私は何も見てない。そうよね、イルメリア。In today's episode, we repeatedly break Illyria's brain. Alright, looks like we've run out of those scenes in town for the moment. So, let's head into
just battles, aren't they? I know that's the general talk to mom and get more material. That's the fight the dragon. That's the those things are too strong for me right now. And this is where the plot is, I believe. Let's go here. I can remember how to get places. Probably towards the end, as usual. No, it's this way, right? Either path works, I guess. Right, it's the third area we're going right. Doesn't do anything. Wait, do I have... Okay, no. Making sure I didn't have any quests to kill those guys or anything.最初のきっかけは故郷を間伐から救ったこと。それ以来あいつと錬金術に打ち込むようになった。朝から夜まで研究をして泥のように眠る。あの頃は純粋に錬金術が楽しくて仕方なかった。自分の作った道具で人を救える錬金術はなんて素晴らしいんだ、 そう思ってた。友と切磋琢磨し、錬金術の腕を鍛える毎日。こんな日が未来もずっと続いていく。僕はそう信じていた。だが、そうはならなかった。 Okay. Yeah, because you started going with that, kind of alchemy that, like, drains everything. Forgot what it was called. ある日, ふと気づいた. いや, 気づいてしまった。 それは彼女との埋めがたい才能の差、少しずつ、だが確実に開いていく実力の溝。追いつきたい、でも追いつけない。焦りが次第に自分を支配していった。そんなある日、僕は見つけた今までとは全く異なる禁忌の錬金術を。 自然の断りをねじ曲げ、大きな力を得る錬金術。未来を代償に万物を創造する根絶の錬金術。そのリスクには当然気づいていた。気づいていたはずなのに抗えなかった。一度手を出し、続けて二度三度調合を繰り返すうちに、 その力に飲まれていた。いつしか当初の目的すら忘れ、僕はただひたすら根絶の錬金術を追い求めるようになった。友の声から耳を塞ぎ、力に酔いしれる日々。その果てにあったのが。
think it's really interesting that we're getting more of the backstory of Alt and whatever his name is. I forgot his original name. In the third game, when you know, he first showed up in the first, and basically was the main antagonist of the first. I think it's really interesting that they're doing that. Sate, koko nara ii daro. ゼン手に入れた衆の花を使って過去を具現化する道具を作ったんだ。二人ともよく見ていてくれ。あれがかつての僕。目的を見失い、周りを見ることを忘れ、錬金術の力に飲まれた愚かな怪物。守りたかったはずの友を傷つけ、全てを失った 哀れな錬金術師だ。あれが昔のアルトさん。みんな、お願いだ。僕が未来に進むために、かつての夢を再び追えるようになるために、一緒にあいつを倒してくれ。うん、もちろん。私も。 昔のアルトさんなんてコテンパイにしちゃいます。そうですよ。生きていくのに邪魔な過去なんて倒してさっぱり忘れちゃえばいいんです。だからね、アルトさん。あ、行くぞ、リディ。 An unexpected boss battle. Okay, if I remember how this battle system works, let's see. Who's backing up who? Okay. Let's start with this. Oh, he's... almost dead already. Okay, well, that's easy. Bye-bye. まさか、かつての自分がこれほどまでに弱かったとは。錬金術は願いの力、願いを叶えたいと思う心こそが力の源。未来を願っていた方が強いに決まってる。そんなことは分かってたはずなのに。 随分と時間がかかったが、ようやく、ようやくこれで、また未来に歩き出せる。ありがとう、みんな。元の世界に帰るとしようか。はい。
Okay. I guess it was a plot point that it was so weak. Got a combination art. But it's for Lydianol. That's not the combination that I use. Increase combo art damage. Okay. Now, what was the other thing we had to do here? Explore the depths of Vital Depica. Do we need to leave and come back for the other thing to trigger? Will it trigger if we just wander around a bit? They're specially glowing. Of course, they just have boring materials. This one's also weak, kind of, hit point wise. These guys are annoying. Oh, well. Nope, he's weak too. Alright. We will do that next time. First, we're going to go ahead and end things for the moment. About our character. And save, and I will see you next time. I hope you enjoy. Thanks for watching, and don't forget to like and subscribe.